皆さんこんにちは。今回はインテグラル系武器を厳選すべきかという話をしていこうかと思います。まあ、インテグラル系の武器って作るのだけでも大変ですよね。その生産する感じ、生産だけしてその進化しないとかね、それでも十分ね大変なんで、で厳選ってなるとさらに大変じゃないですか。まあ、本当にその生産だけでも精一杯っていう人が多いかと思うし、やっぱりねそう辛いし生産さえできればいいやっていう人はやらなくて全然大丈夫なんですけど、まあこのゲームは他にもやることが山ほどあるんで、だけどその厳選するとそのどれくらいステータスが変わるのかっていうのをちょっと具体的に見ていくので、まあ作らないとしてもなんか大体どれくらい強くなるかっていうのをその知っておいてもいいんじゃないかっていうのを思うので、まあよかったら見てもらえればと思います。まあ、まずちょっとそのガオーインテグラル武器のボーナスを見ようかと思うんですけど、その皆さん知ってますか？案外知らない人がいるんですけど、あの両手斧と両手槍だけボーナスが倍なんですよ、他の武器より。実はまあなんかまあ知ってる人は全然ね知ってると思うんですけど、何気知らない人が多い。でまあ最初にあのガオーとヤシャのボーナスを比べようかと思うんですけど、まあ、ガオーのボーナスってあの斧だとその攻撃力ボーナスが200なんですよね。でガオーインテグラル武器ってその基本性能で言うとヤシャより攻撃力が200ちょい上なんですよね。だいたい200ぐらい上で、ボーナスが1個も出なかったヤシャインテグラル武器と、まあ、トリプル A のボーナス、攻撃ボーナス3つついたガオーを比べると、まあ、このアタックボーナスの200が3つで攻撃力600上がるじゃないですか。で基本性能で、まあ、ヤシャより200多いと。で600と200足して800多いんですよ。あのヤシャのボーナスないバージョンとガオーの攻撃力ボーナス3つ分のバージョンを比べると、で800攻撃力違うんですよ。まあここにまあアタック600増加になりますって書いてあるけど、まあここにありますね、そのガオーモンスーンっていうのは両手斧のやつですね。ガオーモンスーンだと攻撃力増加600になるけど、まあその厳選でうまくいくと、まあパワーライズさんと同じくらいの差が実はあるっていう話ですね。で次にロッソ以下は厳選すべきかっていう話なんですけど、ロッソインテグラル武器、攻撃力ボーナス3つ AAA で厳選したとしても、まあ、ボーナス1個攻撃力100なんで、まあ、3つで300、まあ、これは斧と槍の話なんで他のやつだともっと低いです。50しかないです、アタック。でまあガオーより、まあ、基本性能的にその攻撃力が400低いんですよ。ボーナスじゃなくて基本性能が400低いんですよね。まあガオーより、まあ、アドバンストルーパー41個分、攻撃力400低いし、まあ、ヤッシャより200低いと。だからロッソで頑張って、まあ、ボーナスつけても、まあ、ガオーの基本性能には届かないっていう感じですね。だからロッソのその攻撃力の厳選は、まあ、やめといた方がいいのかなってちょっと思いますね。でヤッシャは、まあ、斧と槍なら、まあ、150、まあ、それ以外は75で、まあ、3つAAA つければまあどうなんだろうね、ガオーの生産時で A が1個もつかないやつよりはまあ上になるのかな、その進化していくとだけどね、進化するの前提ですけど、そう進化もしなきゃいけないんですよね。あの厳選したからにはやっぱ進化もしたいじゃないですか。まあヤシャの進化ならそんなまあスキル少しそのガオーほど揃ってなくてもまあなんとかなるっていうのはなんとかなる方ではあると思うんで、まあ、全部ねその全くスキルなくてもなんとかなるわけじゃないですけどね。だからまあヤシャで厳選はまあまずやらないと思うんですけど、そのまあガオーが回れるあのスキル、所持スキルになるまで、その所持スキル増えてくまで、まあ他の周回してるとかもやること山ほどあるんで、正直あの掲示板で瓶集めしててもいつまで時間がかかるんだよって話なんで、まあ、今すぐにね回らなくてもいいっていうくらいだと思うんですけど、インテ系以外にもやることいっぱいあって、まあでもまあヤシャで厳選してもうーん
悪くはない。でもガオーの次のシリーズまで来ちゃうからね、あまりおすすめはしないですよね。さすがに厳選までとなるとね、生産だけでいいような気がするんですけど。で、ヤシャもガオーも HP ボーナス5000のままだし、ロッソも5000なんですよ。でルックスのボーナスはお知らせにちょっとなかったというか、見に行ってもなかったと思うんで見るんですけど、ルックスでも HP ボーナスが5000なんですよ。こっち戻ってもやっぱ HP 全部5000と、まあ、2500、まあルックスもヤリと斧以外は HP ボーナス2500なんで、 HP ボーナストリプル H にしたいんだったらルックス厳選で大丈夫です。まあ、例えばそのタンクやるっていう人で、その戦線維持、こういう自分の HP が半分以下の時に最大 HP の 5% を3秒ごとに回復していくってやつで、まあ、30秒で 50% 自分の HP 半分まで回復しちゃう、すごい回復力を持つ効果、スキル効果があるんですけど、まあ、こういうやつ HP 半分の時だから、例えば俺の HP がこれ今10万だから HP が5万2500くらいで発動するじゃないですか。だから、まあ、この、 まあ、HP5 万の時にこの戦線維持が発動するけど、その最大 HP が高くなれば、その戦線維持の起動がちょっと早くなるというか、まあ、例えば、まあ、HP ボーナス5000、3つついて1万5000となったとすると、12万になって、その半分、まあ、6万の状態から戦線維持が起動すると。まあ、その HP 半分削られるまでは、そのね、防御力とか変わんないんで、HP 上げた分。多分6万ぐらい削られた後に発動するんですけど、その戦線維持の起動がちょっと早くなる感じですね。ほんのちょっとですけど。だからそのタンクやるときにその戦線維持の起動を早めたいとか、そういう考えてる人はまあルックス厳選でもいいかもしんないですね。でディフェンスボーナスの厳選を考えてる人は、インテグラル系武器ってその盾とか防具の最強のやつじゃないんで、攻撃力なんで、その基本性の高いのって、まあ明国防具とかならHP とか防御力がその基本性能的に上がるんですけど、まあインテ系武器ってその上のシリーズにしたとしても上がるのはその基本性能的には攻撃力だけなんで、ディフェンス3つで揃えたいんだったらロッソで大丈夫です。ロッソ、ヤシャ、ガオーって防御力ボーナス全部同じなんですよ。50100、50100、50100なんで。でまあルクスは防御50とか、まあ100?100と50なんで、あれルックスも防御一緒か、あルックスもディフェンスボーナス一緒なのか、あじゃあディフェンスボーナス的にはあれか、ルックス厳選でいいのか、タンクやる場合あれか、ルックスで厳選していいんだ、えトリプル H でも、あすみません、ディフェンスボーナスロッソ以上厳選かと思ったんですけど、斧でも槍でも、ディフェンスボーナス多分100で、でそれ以外だとディフェンス50なんで、あルックスでいいんだ、いいですね、タンクはルックス厳選でいいです。まあただ、まあ、ルックスで厳選しちゃうと、まあ、トータルパワーが低かったりするので、なんとなく弱そうに見えるじゃないですか、 TP 低いと。でトータルパワー TP 制限されてるパーティーに入れなくなる可能性もあるんで、まあ別にそれでも俺はルックスでいい気はするんですけど、まあ防御厳選するんだったら、まあどうなんだろう、ヤシャとかガオーの話に戻るんですけど、まあその やっぱ斧とか槍ってモブ狩りに使えるんで、まあアタックボーナス150、3つでも450くらいだから、アドバンストルーパー4ちょいくらいなんで、まあそう考えると、まあヤシャで厳選してもまあいいんじゃないかな。まあガオーの方がね、基本性能200上だし、まあボーナスもね、その攻撃ボーナス50上なんで、やりとのなんで、まあガオーの方がいいに決まってるんですけど、まあヤシャ進化できるならもしかしたら、まあいいかもしんないですね、厳選するのも。まあね、ガオーのね、もしボーナスね、まあガオー1個作るのも大変ですし、まあヤシャもね大変なんだけど、どうなんだろうな、厳選ってやっぱめちゃくちゃ大変じゃないですか、ほんと大変すぎるというかやばいんで、
やっぱ基本性能的に攻撃力が200上のガオー、その200っていうのがガオーのボーナス1個分じゃないですか。その基本性能ヤッシャーより200上って、ボーナスが1個200でって、どっちも200なんで、基本性能の差がボーナス1個分なんですよね。だからそれも考慮すると、なんかヤッシャーで厳選するのもったいないなって感じはするんですけど、まあ、もちろんね、そのガオを回れるんだったらやっぱガオで厳選した方がいいに決まってるんですけど、もしその所持スキル的にヤッシャーの方だけ回れるっていう人は、まあ、次のインテシリーズが出ることもまで考えると、まあ、厳選せずにその生産だけしておいて、まあ、もしかしたらそのガオーの次のインテシリーズが出た時に自分がそのボスの弱点つけるモッドを持ってるかもしれないじゃないですか。まあわかんないけどね、まあ、持ってない可能性も全然あるんですけど、まあでもだからその次のその迷宮区改装インテシリーズ、その ガオーの次のインテシリーズ出るまでちょっと様子見ながら、その他の周回、その例えば、まあ、武具錬成とか、まあ、指輪とか、まあ、いろいろやること山ほどあるじゃないですか、ね、あのメモリア小石回収とかイベントとか、まあ、そういうのね、他の周回するだけでも多分もうずーっとやってられると思うんで、まあ、そっちやっておくっていうのも全然手だし、まあ、ちょっと話違うけど、まあ、もしかしたら6周年でなんかバーストよりも、まあ、例えばだけどバーストよりも準備に超時間かかる代わりに、なんかめっちゃ超高火力出せるよみたいな、そんなスキルが、まあ、出るかもしれないじゃないですか。いや全然わかんないよ全然わからないですけど、まあ、それで周回できるかもしれないし、まあ、でもここのところ、まあ、4周年コネクトとか5周年アクセルとか、そのサポート向きの新機能スキルばっか周年記念で出てるから、まあわからないんですけどね。まあ、ただその最近ね、まあ、こういうコネクトスキルで、あの連結効果、このコネクトチェーン効果が強いやつ、その3連結目で攻撃力5000上昇の非属性ダメージ 150% 上昇みたいな、こういうめちゃくちゃ強い効果のコネクトとか出てるんで、一応なんかまあこれは後になって出たやつなんで、そのまあ4周年に出たコネクトだけど、つい最近なんですよね。 5.5 周年付近になってからようやく出たこれ強い効果なんですよ。場合によってはモッドより結構火力が出るやつで、まあ、俺はこういうスキルしか持ってないんで、そのスキル威力がちょっと低め、まあ、1200% くらいのやつなんですけど、まあ、これでもなんかモッドより威力出る場合があって、まあ、最近はこういうなんか限界突破すればするほど、そのスキル威力上がる、スキル威力の量がめっちゃ高くなるっていうやつもあって、まあこういうやつをね連結してもね強いかもしんないし、まあちょっとわかんないんですけど、まあとにかくこういう、そう、あのモッド以外にもその火力が出る、まあコネクトだけじゃなくてバーストとかね、まあそういうやつもその条件満たすと強いとか、そういうのが出てきて、もしかしたらまあなんか時間かければ強い、なんかそのなんていうの、高火力のスキルみたいな、まあ、準備に時間かかるけど強いみたいな、そういうのももしかしたら出るかもしんないですよね。最近そういう動きがなんかなんとなくあるような気がするんで、まあ、まあ、全然ね6周年でそういうの出ない可能性も全然あるし、まあ、出るとも出ないとも正直言えない、わかんないんですけど、もしかしたらなんていうの、あるかもしれないじゃないですか。わかんないよ、わかんないけどね。まあだからね、そういう時に一気にガチャ引いて、まあその自分の周回したいボスのその弱点つける、そのソードスキルみたいなのを、なんかその6周年記念かなんかのガチャ、まあ6周年記念で引くかどうかわかんないけど、まあ6周年で出る新機能スキル、まあ新機能のスキルまた出るかわからないんですけどね。まあそういうので、もしかしたら、まあ高火力のやつ手に入って回れるかもしれないんで、まあ、そのガオーの次のインテシリーズが出るまでちょっと様子見るっていうのも、まあいいかもしんないですね。厳選とかしないで。でもね、やっぱね、厳選して最終進化しても、結局、また、まあいずれ新しいの作ることになっちゃうんですよね。まあそのなんだろう、やっぱ厳選するからには進化しないともったいないから、でも進化するためにはまた武装石が必要になってっていう、まあコアメタル超も必要になってっていうのがあるんで、結構大変ですよね。でまあいろいろ言ったんですけど、まとめると、まあ当たり前だけど攻撃力ボーナスの厳選はやっぱ最新装のインテ系が一番いいので、まあそりゃ一番上のやつやった方がいいんですけど、まあ一番上のインテ系の一つ下のインテ系で厳選するのは、
まあやってもいいけどちょっともったいないなっていう感じです。で HP と防御厳選はルクスで大丈夫です。今ルクス緩和来てるんで、まあ、ガオーの次のボーナスがどうなるか分かんないんですけど、まあ、それにもよるんですけど、今のところは、まあ、タンクとか、あ、バッファーデバッファーとかやるんだったら、まあ、ルクス厳選でもその BBB、HHH、トリプル B、トリプル H で大丈夫です。でまあタンクやる人で別にそういうボーナス厳選しなくても耐えられる人だったら全然やる必要ないし、まあ、厳選っていうのはやっぱ他の集会がいろいろ終わってて余裕あるならやるみたいな感じなんで、それに変わりはないんで、まあいろいろ言ったんですけど、まあ厳選はね、あの本当に他のことが終わってて余裕ある人用ですね、ということでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。